町田が降りてきました。森重がついていってボールを奪った。高い位で奪ってそのまま運ぼうとしましたが、バラダがいった。いいディフェンスでしたね。ずっとここは後ろから行ってるようにも見えますからね。花火龍馬から前を向いたディエゴ・オリベイラ、そして中川を狙っていこうというパスでしたが、関川カットです。小柏対関川、体を入れた小柏、ただ関川は引き出す。いやー、いいディフェンスですね。胸トラップ、宮沢フェイント入れて浅野、もう一人か、左足ナイスブロック。じゃあ豊川、関川が行く。パウリーヌが抜けてくる。一つの要因はやっぱこう球際のところのこだわりっていうのは良くなったと思いますよね、はい、もう一度宮代、あーと通りましたがファウルなし。しました樋口、プレーボールです。関川、素晴らしい対角線のロングフィード。やはりこの喜びは強さを見せるのか。